では次は音量ボタンです。こちらですね、こちらを押すとこのように画面が切り替わります。音量ですね、今2の状態なんですけども、これでも十分聞こえてまして、これくらいだとかなり大きな声に聞こえます。これで全然普通に、まあ、家事していない時とかは普通に聞こえるぐらいです。これで OK を押します。でこれですね、これが呼びかけになります。これで呼びかけてみます。こんにちは、こんにちは、こっち向いてたのがわかりますでしょうか。もう今まだ6ヶ月なんですけども、やっぱり呼びかけるとこちらを向くので、いないのに声が聞こえるというのは不思議なものみたいですね。よいしょ。